吉田さん、ネットビジネス10年突破ね。あのネットビジネスで副収入とか副業とかっていうキーワードあると思うし、ネットビジネスで独立みたいなのもあると思うんですよ。で実際私ね、すごい少ないです、ネットビジネスだけでやってる人っていうのは。まあそれこそね、どっかで会社員に戻ってしまったりとか就職探したりみたいなのはいっぱい見てきたし聞いたりしたんですけども、一旦ネットビジネスに身を投じて、それからずっとネットビジネス一本でやってる方っていうのはね、本当に数えるほどですよ。まあ、それがいいか悪いかっていうのはね、別に判断することはないと思います。それぞれのライフスタイルがありますし、ネットビジネスだけでやりたいと思っているんだったらそれでできたらいいよねって話だけども、まあ、ネットビジネスを副業不収入にしても全然構わない話ですしね。でもネットビジネスで稼いでるとされていた人がなんかね、全然連絡つかなくなって消えていったみたいな、で聞きたくもないような噂を聞いちゃうみたいなことがあると非常にがっかりだし、あ、この業界本当になんかいわゆる怪しいなっていうふうにね思っちゃうところもあって、でも自分の人生こうやってね10年振り返ってみたら完全ネットビジネスですからね。あ、いるんだこういう人みたいなね。家まで建てちゃって、で車も何台も所有して、で相変わらずこうやって YouTube 放送して、そこでコンテンツ販売したりとかね、塾の運営したりとかサポートをしているわけでしょ。だからありえるなっていうのは身をもって体験したからこそ分かりますけども、まあけどね、それができてない人から見ると本当なのとか、だったら年収証明書見せろとかね、決算はどうやってるんですかとか、なんかすごく疑問が生じると思うんですよ。まあでもね、ちょっと分かる人だったらこんなね、一日に何十本もこの椅子に座ったまま動画上げてる人がどっか勤め人やってるわけないっていうのはすぐ分かると思いますし、莫大な予算でやってるっていうのとも違うっていうのは分かると思いますしね。まあそれこそ傍目に見たら私の50歳の暮らしなんてのは、50代なら同じような暮らししてる人は山ほどいますからね。傍目に見たら変わんないんですよ、そういう人と。ただ私は出勤してないっていうだけ、時間の拘束を極限まで受けてないっていうだけですからね。それだけでも、通常はあと十数年あるはずの住宅ローンがなかったりとかね、まあもちろん車のローンもないし、なのに何台も所有してるしとかで、時間は割と自由で常に家族と一緒にいるしみたいなことを考えていくと、あの旗目に見たら同じような暮らしでも、まあ中身はね、選択したいと思う人が多い暮らしを送ってるんじゃないかなって気はするんですよね。ただ私から見ると、あの会社に出勤するってのもなんかね、やってみたいなと思うし、忘年会とかね、あったらいいなとか思うし、相談する同僚やそれから頼られる部下とかね、見本にする先輩や上司がいるっていう環境もなんかいいなと。特にそのまあ下町ロケットじゃないですけどね、ああいったサラリーマンドラマを見ると、ああサラリーマンやっときゃよかったって思うことが多いですね。じゃあいってらっしゃい。